あなたの心にいるはず。はい、というわけでね、乾杯ハード日本ファル…コンパイルハート非公式バーチャル YouTuber のイルハートでーす。あのね、今回も流星のバルニール×奇跡シリーズのね、コラボ負けでね、イースイートを実況プレイ引き続きやっていこうと思います。はい、ということでね、じゃあイースイートを実況プレイパート3やっていきたいと思います。いや、前回ね、その仲間が2人増えたのと、まあなんか第2のボスみたいな大きいね、ドラゴンみたいなのを倒して終わりました。今回はまたね、その前に引き続き地図を増やしていくのと、あとは他のね、漂流者を探していきましょうというところなんですけれども、この間衣装終わって、その後すぐね、この画面に塗ったので、ちょっとね、読んでいきたいと思います。はい。みんな、衣装で。みんな、急いで、牧舎に戻るよ。噛んでません。おぉ。なんか、羊？ヤギ？みたいなことね。そういう子たちだね。うん、うん。これどこの話なの？これは夢だろうか。あ！ターナ。ターナどうしたんだい？どうしたの？誰かがこの手に当たってるよ。あ、なんか、超能力的な何か持ってる子なのかな？これどこなんだろうね。何の話だろう。元気な住所でいいかな。ロープのようなでしょ。見たことない。何の話だろう。一体誰が。なんかあれかな、儀式みたいな。始まりの大事なお祈り、巫女様が起居されるというあの。それでは、うちのダーナは娘さんは大いなる威力の資質に恵まれているな。間違ってたらすいません。我々は寺院に彼女をお迎えするべく誕生させてあげる。なんか連れてかれそうになってるのかな？うん、特に。選ばれた以上は、あ、なんか連れてかれちゃうんだね、だったら。第2部。漂流者たちの共演。え、何だったんだ、さっきの。なんかの夢か。なんだろうね。あ、夢？おはようございます。おはようございます。はい。そうそう、なんか変な夢をね、見たんですよ。冒険家だって夢ぐらい見てもいいじゃん。はい、あ、そうだった。早速出発しましょう。そう、夢で思い出したけどね、イルハとね、すごいね、よく夢を見るんですよ。まあ、ツイッターね、フォローしてくれてる人とかはね、見てくれてると思うんですけど、なんかね、本当に変な夢見るんだよね。この間はね、なんだっけ、ハリネズミとね、お風呂に入る夢を見ました。痛そうだね。アドル・クリスティン、あなたに見せたいものがあるのです。おまめに漂着物がありまして。あ、ヤマスク。どの白い。これあれだもんね、お仕事用のさ、なんか船のね、スタッフさんみたいな制服だもんね。
強そう。なんていうの、冒険家って感じだよね。なんかね、そうそう、戦衣服だったもんね、さっきの。かっこいいじゃん。まあまあかな。ありがとう、気に入ったよ。出た。勘違いしないでよね。別にあんたのために探してきたんじゃ。いやー、ツンデレっていいですよね。サハドの人だから。サハドってあれだ、あの頭バリバリバリーの人だ。したいですよね。ああ、ひひひ、眠しい。そういうこと言うからだから、ほらほら、嫌われるんだよ。大人としてね、慎みを持った言動しなきゃダメですよ。なさそう、なんかさ、登山とかもしたことなさそうね。ほい、プレゼツさん、施設を用意しておいた。あっあっあっ、すごいすごいすごい。あっあっ、なんかさ、後ろにもなんか掲示板みたいなやつあるもんね。わあ、すごいすごい。これは？あ、これは、あの、朝から。ん？資材置き場みたいな。倉庫ね。倉庫の資材は、みんなの財産だ。代わりに、物々交換所みたいな。あれですね。すごいなぁ。なんでジャンプしたの？掲示板！あ、まだ特に何もない。あ、そう、これ気になってたんだよ。調べられない。これなんて読むの？金床。武器が手でできそうですね。ねえ、なんか包丁を研いだりとかさ。ねえ、いろいろできそうです。鉄鉱石。鉄鉱石って何？化石みたいなやつ。ねえ、なんかすごい綺麗な景色だよね。朝だよね、朝焼け。
ね。あれか、寝てたところだよね。あ、なんかある、こっちにも。あ、これあれだ、さっき寝てたところだ。あ、ここ寝てたんだね。なんで向こう二人でこっち一人なんだろうね。まあきっと一人ならこのおじさんなんだろうけど。あ、え、どこ行ったんだっけ。ここは寝るところみたいな、ね。なんだろうな。そうそう、船長いないよね、そういえばね。施設、他にもなんかあるのかな。ん？え、他にあったっけ。あ、これ？あ、違う。すごいな、でもなんか一日でね。あった。あ、違った。待って、ちょっと待って。これ見たじゃん。あれ。あと何作ってくれたんですか。あと何作ってくれたんですか。あ、降りれた。え？すいません、ちょっとここからスタートします。よろしくお願いします。はいはい、ということでね、すごいね、施設を探して回ってたんですけど、どうやら施設じゃなくて釣りに行けってことだったらしいです。釣り、あ、こっちだ。ただ教えてくれたらいいのにね。あれ、合ってるのかな。雨ってめっちゃ使ってるけど大丈夫なのか？この服濡れたら乾けにくそうだよ。ね、すごい水が澄んでて綺麗だね。魚いたよね、さっきね。ちょうど3匹。これなんて読むの？魚影？よし。うえ！なんかさ、虫だよね、やっぱ虫だよね。よし、やるか。あなたどこに向かって投げてるんです？よいしょ。それ。スイー。うん。わっ！びっくりした。よし。あー、釣れた。これは見事だな。サリーナ。え、サリーナって本当に存在する魚ですか？あ、いいね。あ！いや、やだよ。なんか変なの釣っちゃったとかやだよ。ああ、よかった。
かわいい。本当に嬉しかったんだろうね、今ね。だよさ、はってつって、はっ、釣れた、見た見た。いや、別にそんなに嬉しくないけど、見てた。あー、楽しい。かわいい。もうあれだよね、これで釣りに目覚めてさ、もう翌日から、こう、早朝一人で釣りしてんだろうな、この子。それもそれでかわいい。その背中を見つめていたい。はい。釣りが終わったので、ただいまー。釣れたよー。役に立ちそうです。ありがとう。ガハハ。そうだよね、なんか塩、あ、塩あるんだ。岩塩あったよね。もうそれぐらいしかないのか。スープできるの。できないんだろうなぁ。あ、外で過ごすこと。そうだよね、冒険家だもんね。そういうもんですか。あ、そっか、お嬢様なんだもんね。ちょっと待って、なんかこの辺が痒いんだよね。よし、使用人任せだったんだよ。お嬢様だもんね。そっか、釣りも初めてだしね。え、魚介スープのレシピ、ひろはとにも教えてください。だからさ、そういうことするとさ、ほら、ええってなってんじゃん。あ、まあでも、よかったよかった。船長、船長ご飯食べた？そういえば。船長、はぶられてない？大丈夫？船長？船長？船長どこ？なんかあれだよね、こう朝からさ、なんか高い崖みたいなとこに立ってさ、こう海を眺めていそう。そんなことない？船長どこ行ったんだい、どこへ行ったんだい。船長、迷子になっちゃダメでしょ。船長こら、あ、いた。もう一人でそのところに行って、 あ、なんかいる。おはようございます。おはようございます。かわいい。あ、かわいい。 おはよう。今その鳥がしゃ、大物、船長が捕まえたんですか。大事な食料ですよ。あ、娘、結婚してるんですね。それそうですよね。もう鳥バサ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 ってなってるけど。あー、でもなんかすごいいいパパ。そうだよね。絶対ね、親バカなんだろうな。なんか結婚するときとかリアルちゃぶ台返ししそうだよね、この人。船長もね、船長はわかる。なんか。ね。掲示板の上にさ、鳥居止まってんの、めっちゃかわいい。はい、なんだなんだ、
資材集め。資材集め。なんかさ、ちょいちょい、なんだっけ、骨とかさ、石みたいなやつ、皮とかさ、拾ってるよね。あ、掲示板でクエスト確認。はい。そっかそっか、漂流者はね、まだいるかもしれないね。掲示板見たいな。ベッドの作成。え、この時かっこいい、これ。あ、立ちもかっこいいけど。あー、報酬なんて読むの、これ。棒、獣、爪。よし、わかんないからやめよう。人を探しに。あ、地図。どれどれ。結構歩いたと思うんです。あまり進展は見られないようだな。はい。じゃあ、あれだな、地図を広げつつの、こう、漂流者をね、探していきましょう。あ、そうだそうだ、あ、あれだよ。浜辺にさ、足跡があったみたいな。海なのはわかる。海なのはわかるんだけど、パート2だっけ？でも言った通りね、方角の話や。でも、なんか、海って南っぽい感じするから、南。あ、よかったよかった。知ってた。知ってたんですけど、浜辺ね、浜辺ね。こちらではない。わざとだよ、わざと。わざとですよ。でもさ、海って言ってんのに登ってきてる気がするんだよね。多分違うと思うから帰るね。いい天気ですね。ね。ここではない。なんかあれでしょ、あのさ、人で、みたいなさ、なんか敵がいっぱいいたところ。浜辺ここじゃないの？どこだっけ？なんかさ、3カ所ぐらい。あれ、こっちでもないよね。え？あ、でも海岸。見てるかも、見てるかも。知ってましたけどね。違う違う。全然切ったよ。あ、待って、鳥じゃなくない？あっちじゃないですか？え？ここはどこ？ここはどこ？私は。おはよう。今日も元気だね。合ってる、多分合ってる。あ、合ってる。そうだよね、そうだよね。あ、ほらほらほら、人でもいるもん、なんか、ラジオ体操みたいになってたね。うわー、なんかいた、エルワイリーなんかいた。あ、ヤドカリじゃん。なんかさ、知らない間にこの人に変わってる。あー、ごめん、ヤドカリちゃん、ヤドカリちゃんもここには来てはいけないのよ。なんか卵になるね。で、この階段はね、新しいんですよ。で、帰ります。どこなの？よいしょ。
お前、お前、ぬ、ぐむ言ってみたかっただけです。船乗りの歌みたいな感じだな。なんせこの精錬島に一人ぼっちと思ってたからな、うん、よかったね。うっ、あの少しめっちゃ嫌いじゃん。漁師はみんなこうなのでしょうか。めっちゃ嫌いじゃん。魚が集まっていますね。できそうじゃない？グッて。ほらほらほら、ペチ。赤いのを発見。かわいい、さっきの鳥でしょ？お？ジョーちゃん、変な声を出さないでくれよ。わかろうやら、ジョー。あー、かわいいね。こいつは確か船長殿が言葉を教え。そういえばあなた、名前俺様、リトルパロ、かわいい。俺様っ子なんだね、リトルパロ。リトルパロ、リトルパロ、伝令役。かわいい、かわいいしか言ってない。伝令役、いろいろを伝えてくれるですね。ひょっとして伝令役の子。俺様あの釣り用の虫しか持ってないけどいいですか？食べるのか、オウムって食べるのかな。あー、ダメか。そうだよね。あれじゃない？すごいすごい。ちゃんとさ、あの子が伝えてくれたんだね。リトルパロ、そう、リトルパロ。お利口さんね。ありがたく思うがよい。だから、餌は、釣りのさ、赤虫みたいな人も持ってないけど。良いですか？落車おっかないって言ってたんだね、きっと。この人もね。
から置かせてくれ。トゲと話す。ちょっと回りたいんだけどさ、ずっとこれ止まってんのかな。よし、はい、んじゃ、作業を始めんぜ。すごいすごい、役者が一番力の季節ないですか。おお、やったー。これでちょっと、おお、疲れてる。まあ、猫が好きですってよく言ってるんだけど、まあ、動物全般好きなんですよ。だからね、なんかこういうなんか鳥みたいなのもさ、こうピーってやってさ、あの食べるのね、ちょっと夢なんですよね。いいな、いいな、やりたいな。俺様、空から見た。俺様、鳥。はい、気をつけて帰るんだよ。じゃあ新しいところに行ってきます。新しいところにね、出るようになったか、こっちかな、行きましょう。なんか BGM がさ、白浜みたき。あー、なんかまたいる、なんかいる。なにこれ、なんかさ、カニ、カニ足すアメンボみたいな。強くない？強くなったぜ。あ、見て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 、なんかそこにもヤバいのいるもん。なんか精打ちにさ、フジツボ生えましたみたいなやつ。あーあー、全然効かないんだけど。なんで人変えたら効くの。効かないですね。おっ、しばらく彼で行きましょう。なんかね、なんとなくね、他の子に比べてね、重い気がするんだよね。重いじゃない、あの遅い気がするんだよね、動きが。まあ、体が重たいからかな。あ、なんかさ、なんかさ、タツノオトシゴみたいに出る。空振ってますよ、空振ってますよ。いや、強い。うまそうな果実だな。頼むぜ、アドル。ああ、さすが落としが。ドラゴン。ああ、撃たれてるんですけど。待って、死ぬ死ぬ死ぬ。ああ、当たってないんですけど。おお、逃げよう。何しに来たんですか。そうじゃ、足跡をさ、探しに来たんだよ、確か。ね、あー、セイユチ、セイユチ、あー、なんなんだ、こいつ。あいー、セイ、セイバオ、オットセイか。フジツボオットセイ。あー、ごめんなさい。本当にフジツボって言ってごめんなさい。本当にすいませんでした、本当にごめんなさい。あんたに見逃してください。視点の移動が大変、視点の移動が迷子。あー、え、どこ行ったらいいんだっけ、どこ行ったらいいんだっけ。何かありますね。やばい、なんか藤壺からなんか走ってるもん、あいつやばい。でもねえ、待って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 、間違えた。ちょっと待って、あのね、コントローラーのね、操作がうまくいかない。あーない、あーない、あー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 、やめてー、ごめんなさい。フジツボって言ってごめんなさい、ごめんなさい。うー、逃げろ、逃げれない。今なんか
きなネタで。なんだっけ、ちょっとしよう。回復して。あー、近くまで来てるんじゃないの、これ。任せなさい。ねえ、もうやめて、やめて。あんた起きなさい、早く。うっさいな、ほんとに私はうるさい。強いんですけど。あと、あと一発、あと一発。ちょっとこの服さ、この服強いんだけどさ、あの一回倒れてから起き上がるまでになんかちょっとね、タイムラグがあったんですよね。何しに来たんだ。あ、そう、足跡を探しに来たんだよ。足跡あった？足跡あったっけ？なんかこんだけ踏み荒らしたらもうなんか足跡とか分かんなくなっちゃうからね。鮮やかな、あれ、あれやかな、つややかんだけど漢字読めないね、俺、鳥頭。ただいるんだ。何しに来たんだっけ。ねえねえ、足跡どこにあるんですか。足跡、鉄の落としがさ見えてない。どこですか。カニ、カニ、青いカニって美味しくなかった。やっぱカニは欠かせないとですよね。天の色が怪しいですね。なんかあ、いる、さっきの富士壺やろ。新たなロケーションの時すごい綺麗。なんか何て読むんだろう。これは絶景だな。石岩すごーい。なんかあれだね、パワースポットみたいになってそうだね。カニ、あー、めっちゃ竜の落とし子いる。竜の落とし子で合ってんの。たまにね、あの、タツノオトシゴとクリオネの違いがね、わかるわかる、あるんですよ。ごめんなさい。わかるよ、わかるよ、ごめんね、わかる、わかるから。オーガニオン、え、めっちゃめっちゃ寄ってきてんじゃん。やー、囲まないで。あー、あー、ごめんなさい。囲まないで、キャー、水鉄砲みたいになってたね、今ね。すごい斜めってる気が。あっ、うまそうな感じだな。あれ、ほっ、切れない、ごめんなさい、諦めよう。すごい綺麗な水、水、海、海。あ、あ、誰かいる、誰かいる。シャープあった、今気づいた。あ、間違えた。かけますよ、はい。この子もお嬢様みたいな感じだったね。
かったよかった、女の子。アリさん。あー、よかったー。よくでもここまで一人で来れたよね。こっちが、こっちのあの綺麗な海の方から流れてきたのかな。あー、女の子がいるー。状況は分かりました。私は町で仕立て屋を営んでいる。私にお手伝いできることでしたら。エドさんは見てないですね。誰だろう、一緒にあの船に乗ってた人とかいたの。あなたってことは旦那さんか。うわ、それまだ諦めないで。探し出して見せるよ。参加することになってよかったー。救出すると、そうね、仲間が増えていくんですね。で、もともとね、もともとで割と殺気立ってましたからね。もうバトルは嫌です。はい、恐竜社の創作と地図のですね。地図の作成はね、多分ね、他の人に頼んだ方が効率がいいとは思うんですけれども、頑張ります。だってだよ。だって今まで何度も歩いたところですら迷うんだよ。本当に、ね、パート3はこの辺までにしようと思うんですけれども、いや、ようやくね、ようやくちょっと女の子のね、仲間キャラなんて言うんだっけ、メンバーじゃなくて出てこないからいいや。まあね、その女の子のね、仲間ができてね、だんだん賑やかになってきました。で、ちょっとずつだけどね、ちょっとずつだけどね、イルハットもね、ようやくあの操作をね、覚えてきたので、まあパート4ね、次も続けてやっていきたいと思います。ということで、じゃあパート3はここまでにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。大好きファルコム。いやー、なんか、こういうゲーム実況やってると、こうやっぱ自分がね、主人公だったらなーって思いますよね。ああ、そうですよ。イルハートが主人公のゲームとか出さないんですか？なんか、こう、もしね、イルハートが主人公になるとしたら、まあ、みたいな、こう、後ろでね、こう、歌って、踊ってるところを、こう、シャンシャンシャンシュッ、みたいなやつとか、あとはあの、みたいな、こう、チビキャラゆるキャラになった、こう、イルハートの頭を、こう、繋げて、消していくみたいな、ね、やつとかもね、いいんじゃないかなーって思うんですけど、いやね、ゲームってね、いろんなものがあっていいですよね。お、なんかいい案があるんですか？ああそれ、エロゲーじゃないですか。そんなのやるわけないでしょ。まあ、やってみてもいいですけど。悔しくて苦しくて悲しい、絶対に守ってみせる。あの人みたいに世界そのものを人質に取るような長い、とても長い旅でした。英雄伝説千の奇跡ファルコン。